水準器気,気泡管水準器の使用方法。水準器を対象物に当てて、気泡が目盛りの中央に行くように対象物を傾ける。気泡が中央に来たら、そこが水平である。水準器は物体の表面に密着させて、水平、または延直に対する物体の角度や傾斜を確認する器具。水平器あるいはレベルとも証拠されている。 気泡管水準器、円形水準器、レーザー水準器、角度を数値表示するデジタル式などがある。土木、建築、測量などの分野を中心に広く用いられている。1730年、ドイツ、A 水準器古代ローマの大工が使用した道具は、未な古代エジプトで発明されたものである。リベラと呼ばれる、この水準器は、 アルファベットの A に似た木枠の頂点から、重りが糸で吊り下げられており、下部に刻まれた四純溝と追加した糸が重なって見える状態で底辺が水平になる仕組みである。この A 水準器は19世紀半ばまで使われていた。ガラス円筒にアルコールと気泡を入れて密閉したアルコール気泡管を用いた水準器は17世紀半ばの発明である。 発明当初は測量用で、大工用として一般に使用されるようになったのは19世紀になってからである。日本のものでは、鎌倉時代の絵巻物カスガゴン元元気に、藤原光弘の館、竹林伝武神を描いた絵画があり、地上に置いた木製のトいに水を注いで、その水面を基準に、地面の水平を測っている様子が見て取れる。この木製のトは、水準、または、 水り台と呼ばれていて、現代の気泡管水準器が市販され普及するまでの長きにわたり使われていた。気泡管水準器は金属製あるいは樹脂製のケース内に一定の角度で取り付けられた気泡管を利用した水準器である。気泡管には複数の氷線と呼ばれる線が入っており、物体の一定面にフレームを当てた時に、 気泡管の中の気泡の位置が最も内側の表線の間の中央にあれば、その面は水平、または延直に対して平行であることになる。フレームに対して取り付けられている気泡管の角度によって、その気泡管で測ることが可能な角度が決まる。一般的には水平と垂直の2本、または水平と垂直に45度を加えた3本の 気泡管を備えたものが多いが、土木工事向けに水平と垂直に30度45度60度の気泡管がも備えた。気泡管が5本のものや、屋根工事向けに気泡管を任意の角度へ可変できるスラント機能負のものも市販されている。気泡管の曲率を大きくして多数の氷線をつけて管勾配角度を測れるものもあるが精度は低い。 単体の水準器として広く市販されている他に、使用のたびに水平定置と確認を要する、測量機械、移動式クレーン、高所作業車、剣柱車、食い抱き、衛星中継車などには高感度かつ高精度な、気泡管水準器が組み込まれている。薄型透明円盤の中に石油、またはアルコールなどの液体と一つの気泡が、封入されたもの、アクリル樹脂製のものが、 一般的。一つで前後左右前方向の傾きを読み取れる上に、感度や精度は、やや劣るが、ガラス円筒形気泡管と比べて薄く小型かつ、安価なものを製造できるので、高精度は容赦ないが、およそ水平、または垂直で使用する必要がある器具や、装置の組み込み用として多用されている。 単体の水準器としての用途は少なく、測量機械の正準常版、ボールや漂着、即興プリズム、測り、映射器、プロジェクター、撮影用三脚や雲台、方位コンパス、折りたたみ式の作業台やスポーツ器具などに組み込まれている例が多い。レーザー水準規格筒型の水準器に、レーザーポインターを内蔵したもの。可視光。 レーザー光線を発し、水準器より離れた位置にある対象物に照射することで、水平や高さを目で見て確認できる。水準器や墨できと比べて精度は低い。高度分度着付ハンドレベル手持ち水準器ともいい、簡易な測量器である。補足で行う、地質図ルートマップの作成や精密測量に先立つ、現地調査、田畑整備や、 造園工事での水準観測、草花や農作物の成長度観測、山林山岳地帯の簡易測量など制度を要求しない水準観測や勾配観測に用いられている。基本的には上部に気泡間水準器を取り付けた3倍から5倍程度の低倍率望遠鏡あるいは単なる見通し等で内部に設けた鏡で気泡の位置と 市順対象を同時に見ることによって、望遠鏡、または、見通し等を水平に保って、測点を未順するものである。気泡管が固定された水平専用タイプの他に、上部に気泡管不高度分度器を備えていて、傾斜角を読み取れるタイプも市販されている。水もリ管ゴム管の両端に、数十センチ程度の長さの透明ガラス管を接続したもの、または、 全体が透明なビニールホースを U 字型に保持し水を入れたもの。途中に気泡が入らないように水を満たせば、両端の液面は必ず水平になることを利用して、離れた2点間の水準を求めたり確認に用いる。ゴム管やガラス管が市販されるようになった、明治時代中期頃から使われ始めた。仕様には、 ホースの端を保持し、液面を微盾するために二人必要になるが、片側に縦長バケツや、液面ガッチをブザーで知らせる、電子式水面計を取り付けた製品も発売されており、これらを用いれば一人作業も可能である。構造はホースが主であり安価で取り扱いが簡単な、割に精度が高い。現代では、精度の高い気泡管水準器や、 水準器が普及しているが、測点が数メートル以上離れていたり、測点が平面ではない場合は、気泡管水準器を用いるのは困難であるし、測点間の見通しが多物で遮られていたり、測量機械用三脚を据え付けるスペースを確保、できなければ、水準器を用いるのも不可能であり、このような状況では、水盛り管が多用されている。リトルト・リプチンスキ。 ネジと、ネジ回し、かすがいまさこ株式会社早川書房、2003年10月31日ご飯発行、13&14 ページ。ビトールド・リブシンスキー、ワングッドターン。ありがとうございます。